それではルノーグランセニック、我々がおすすめする3つのツボをご紹介いたします。まず1つ目は、ルノーはヨーロッパにおけるモノスペース、日本でいうミニバンのパイオニアであるということです。それまでモノスペースという市場がなかったヨーロッパで、84年ルノーはエスパスという大型モノスペースを発売、全く新しいマーケットを作り上げました。今回ご紹介するルノーグランセニックも、モノスペースという概念をヨーロッパの中型のクラスに持ち込んだ初の車、ルノーセニックとして発売され、エスパス同様新たなマーケットを作り上げました。以来ヨーロッパでは大ヒットし、今日まで常に市場をリードし続け、現在もクラスでナンバーワンの販売を続けています。もう一つ、フレンチスタイルバケーション、これがグランセニックのテーマであり、2つ目のセールスポイントです。ヨーロッパ、とりわけフランス人は車に荷物を満載し、家族を乗せ、時には1日1000キロを超えるような距離を走り、日常を離れて休日を楽しむバカンスが習慣となっています。このルノーグランセニックは乗員全員に開放感をもたらすダッシュボードのデザイン、広いグラスエリアをもたらす明るい室内、使い勝手の良い数多くの収納スペースと大容量の荷室、目的に応じて自由にアレンジができる3列シート、そして長距離を安心して快適に移動できる高い走行性能を併せ持ち、バカンスに最適な車として人気の高いモデルです。ぜひこのグランセニックでフレンチスタイルバケーションをお楽しみください。最後3つ目になりますが、ルノーのポリシーでもある安全性の高さが挙げられます。他のモデル同様、グランセニックも安全性が非常に高く、5人乗り仕様ではありますが、ヨーロッパの衝突安全テストユーロ NCAP で最高ランクの5つ星を獲得しています。室内が明るいのが一番この車のポイントですね。まあ、もともとこの車のコンセプトって、家族を乗せてバカンスに行くということで、家族を乗せてこうして走ってる時って車内で会話がね、盛り上がって、そういうことがやっぱりファミリーカーにとって重要じゃないですか。そう考えると、この室内が非常に明るくて視界が良くて、で気分がこうワクワクしてくるようなね、ものがあるということは、すごくこの家族でのお出かけにとっては、いいことだと思いますね。家族を乗せてどこかへ遊びに行くという時は、やはり長距離走行がつきものなんですけれども、そこでグランセニックの高速道路での走りについて検証してみましょう。車任せにしていると自然に走ってくれるというのがすごく、安楽ですね。で、まあ、なんていうのかな、そのハンドルを一生懸命その操作してるとか、アクセルで一生懸命そのスピードをコントロールしてるという感覚がどっかにポンと抜けて、ただただこう前を見て、走っていると自然に、手が動いて微妙な修正打を当てて、あとスピードコントロールなんかも、同じですね。直進安定性はすごくいいです。このエンジンは、まあ、普通のエンジン、普通ってどういうことかっていうと、特にその静かだったりスムースだったりで、上まで回してすごくこう速かったりっていうことはなくて、本当に2000から3000の一番よく使う領域でトルクがしっかり出てて、でアクセルを踏み込むと、きっちりとこの応えてくれると。ですから、踏み込んだ結果、その思ったより車速が上がらなくて、もっと踏み込んだりっていうことがないので、だから自然に運転していられるんだと思いますね。で、走りに関しては日本のミニバンも最近は随分その走りに特化した、車出てきてますが、日本車の場合はその走りに特化したミニバンと箱型ミニバンとのその間みたいなのがあんまりないんですね。でちょうどこのグランセニックは中間ぐらいになるのかなと、そんな感じです。グランセニックはファミリーカーですから、やはり家族のいろんな人が運転することが多いと思うんですね。そこで、運転のしやすさに的を当てて検証してみました。非常に幅の大きい車で、当然こう都内とか駐車場とかでは苦労させられるとは思うんですが、走っ
ている分には視界がとにかくいいんで、あの取り回しはそれほど悪くないのかなと、思いますね。でその上もそうだし横もそうだし、あの本当にこう360度視界がいいと、これがねすごく乗っていて気分がいいですし、おそらくその一緒に乗っている家族なんかもそういう気持ちを共有できるんじゃないかなと。でセンターメーターなんかもこれ横にこう長い、形状を持っていて、これもその視覚的な広がり感を強調すると。あとまあルノーの説明によると、このセンターメーターというのは今何キロで走ってるんだよというね情報を車内の全員で共有できると、そういう効果もあると言ってますが、まあ確かにそうなんでしょうね。まあこの車もしその試乗をしたとすると、一番最初に感じるのは、あなんかシートが今乗ってる自分の車と違うぞということだと思うんですよ。特にルノーはシートにすごくこだわりを持っているメーカーで、どういうふうに違うのかというと、まずこう座ると座面がふわっとこううまく沈み込んで、それがお尻とか背中を包み込むように変形してくれて、でそれがすごく心地がいいんですね。でこういうシートを作るのは随分こうコストがかかるそうなんですが、ルノーはそこら辺まだこだわって作ってますよね。高速道路だけじゃないんですけれども、こう段差に対する、足の動き、突起をトーンと乗り越えた時の、いなし方が少し、うまくないなと、ビシッと角の立ったショックが、伝わってきますね。大きめの入力、うねりみたいなところですね、低周波系の入力に対しては足はすごく綺麗に動いて、でボディをこうフラットに保ってくれると、いうことで、乗り心地はすごくいいんですけれども、いきなりその路面が荒れてくるとビシバシッと来てしまうと、そこがやはりこの車課題だと思います。まあ、とにかくこれは長距離走ると実力が分かる車だなと思います。それは単に快適なだけじゃなくて、ちょっとそのなんていうのかな、車内での会話の邪魔をしないとかね、すごくこうリラックスして運転していられるとか、そういうところで長く走るためには何が必要なのかっていうのをルノーは結構意識して作り込んでったんだと思いますね。例えば家族でキャンプに行くときなんかは、高速道路を降りてから山道を走る機会結構多いと思うんですね。そこでグランセニックのワインディングロードでの走りを見てみました。この車幅が随分大きくて、まあ、当然その細い道でのすれ違いとかは苦労するんですけど、ただその幅が広い分トレッド、まあ、左右のタイヤの距離ですね、これも広いということで安定感がすごくあるなと。まあ、いい悪いいろいろありますけれども、こういう道に持ってくると相当そのしっかりと、走るという感じがしますね。山道なんかを走っていて、感じるのも高速道路と同じです。全くその運転を意識させない、隣の人とか後ろの人と会話を楽しみながら走るのにはもうもってこいだなと、こんな感じがしますね。日本車で走りを意識した背の低いミニバン最近多いんですけれども、それと比べるとスポーティーな印象は薄いですね。ただ、日本車でもっと背の高いユーティリティ重視のミニバンと比べるとはるかにしっかり走るということで、まあ、その中間っていうのはなかなか日本車にないもんですから、結構そういう意味でこのグランドセニックは、まあ、結果的にうまい隙間にはまってるような気がしますね。ブレーキがちょっとその踏み込んだ時の反応が強すぎてコクンと止まりがちなんですね。であんまりその踏み応えが重くなくて軽く踏んだだけでキュッと止まるんで、これは慣れるまではちょっと、一緒に乗ってる人の前後の首の動きが気になるでしょうね。それから、まあ、乗ってて感じるのはすごくその AT、 これは D レンジにしたまんまでも AT の制御が
マニュアルっぽいということですね。で日本の、オートマチックから乗り換えるとちょっとそこら辺で、例えば D レンジで4速で走っててスピードを落としていくと3、2と、自動的に落ちていったりとかね、そういう部分では違和感感じるかもしれないんですけど、まあ、慣れてくるとその方がむしろ速度を落としてって再加速した時にすでに2速に入っていればアクセルを踏み込むだけで素早く加速体制に移れるんで、違和感よりもあなかなかよく考えられてるしこういう考え方の AT も、いいもんだなと思えるようになると思います。